こんにちは、マサ46494です。今回はゼウスチャレンジ濃紺のパート2で、ゼウスディオス降臨の超地獄級に行きたいと思います。で、今回はですね、ウルドで行こうかなと思います。ウルドでウルドで行くのは初めてなんだけど、まあ、行けんじゃねえかという算段でございます。最初、やつを倒せるかとか挑戦する。まあ、とりあえず行ってみよう。うん。で、最初、初期ターン、血を目使います。で、四つ消し二コンボの普通にフィーチコンボ。で、いけるかな多分。これで。抜けるかな ?OK! 二回。動こう。2ターンあるんで、回復挟もうかなと思います。OK。で、火が4つあるんで、次して多分抜けると思うんで、行きましょう。これで。これで、多分次エンジェルさんだったと思うよ。んだよな。エンジェルさんの四つ消し、今度できんじゃねえかな。多分。いけると思う。思う。で、プラスしかない。ヘラ。ドン。ヘラさん。ヘラさんは、そもそもゼウスディオス。ゼウスディオスの先生ってどれぐらい来るんだろう。そこからかよ。ウルド使うかな。ウルド使います。はい。で、11個あるんで、88で。88?4つ消しの2コンボで。いこうかなと思います。ん?違う。11番から4つ消し2コンボと普通に1コンボでいこうと思います。あー、これ抜いたな、完全に抜いたな。えい。で、ゼウスティオス。多分先生耐えられるよね。あ、14,800か。この次、ファーなんだよね、確か。ファー。ファー、車に倒しまーす。はい。出た。これで。ワンパンかな?ということで、ゼウスディオス降臨超地獄級、ゼウス濃紺でした。
初めてウルドで行ったけど、ウルドで全然行ける感じだね。はい、ということでまたスタミナが回復次第3,4,5とやっていきたいと思います。ということでよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。